なんかこう腎臓系の、まあ、ツボを押して、まあ、どう変わるかというのをちょっと実験させてもらいたいんだけど、まあ、一応変わったらちょっと大きな声で感想をください、はい、結構黙っちゃう人いるんで、ね、撮ってると、はい、まず一回上げておきますよ、はい、で今この角度で、僕がこれ以上上げようとするとかなり重たいんですよ。でなんとなく分かる、ここに今グッてきてる感じ、はい、でこれね、はい、こっちもこんな感じで今しっかりというかこれ以上ちょっと上がらないんだけど、上げようと思えば上がるけど、うん、僕もすごい力入れないと上がらない状態、はい、でこの重さも、ね、自分で感じ取ってもらっていいですかね、はい、で、今からちょっとやっていきますよ。でまたちょっと操作をね、別の位置に入れさせてもらいます、うん、でこうすると一回こっちの足を曲げていただいて、はいはい、で軽くこっちを軽く押しといてもらって、はい、で軽く外に押してもらって、でこれぐらいにちょっと少し脳からの指令をちゃんと届かせる、今からツボをこう押すんで、脳からの指令がちゃんと届くようにしといて、で、そのまますみません足をちょっと広げていただいていいですか、ね、うん、でこちらがまあ腎臓にねこう効くツボなので、3回こう擦りますね、はい、ちょっと痛いかくすぐったいかどっちかです、はいはい、で3、はいはい、でこっちにして、でこちら今度こっちは肝臓なんで、まあ、こちらは 1,2 回でいいと思いますから、はい、一回戻してもらっていいですか、うん、はい、で、そうすると多いですか、わかります、もう全然違う、はい、こっちまでやってないんで、うん、重たいでしょ、はい、うん、こっちはもう、うん、はい、これぐらいツボって効くってことなんだけど、多分最初にいくらやってもこれ効かないですよ、うん、なんでかっていうと脳からの指令がちゃんと届いてない、で逆に言うとこれがしっかり今届いた状態で、今 3個すり、ね、うん、こっち2個するぐらいして、でそうすると腎臓がこう活性化して、で老廃物が今軽くなったのはこの足の老廃物を腎臓がピッてこう引き上げてくれた、こっちはまだやってないんで、まあ、多少は右もねこう活性化するんだけど、うん、はい、右はまだね重たい状態、うん、左は全然違う、はい、僕指一本に今上げてますけど、うん、全然違う、はい、全然違うんですよ、うん、はい、じゃあ今度こっちもやっていきますね、でこう一回立てて、立てて、はい、で、まあ、ちょっと一回これ外しますね、はい、ちょっと実験させてもらうと、外した状態だと、うん、ちょっと軽くこっちに押してもらっていいですか、向こうの手を押せてる感じがないって分かります、うん、特に軽い力が皆さん今下手くそになってるんですよ、うん、はいはい、僕の、1,2 の力に対して 1,2 で押せない、これグラグラしちゃう、止めれない状態、はい、でこっちの外も一緒です、軽くね、はい、で、はい、でこれを押すにはものすごい皆さん余計な力を入れてギャーって頑張っちゃう、はい、そういう状態になってるんで、脳からの指令がちゃんと届いてないっていう今状態、これもみんなこうなってるん で今からちょっとこれを、溝落ちにねちょっとこうチャクラの調整をちょっと入れてあげて、うん、でそして軽く押してみる、はい、わかります、軽くで押し返せるわけです。これが今脳からの指令がちゃんと伝わってるっていう状態です。余計な力が入れない、うん、で例えば今僕が5ぐらいにすると勝手にほら 5が入ってますね、うん、でもう一回軽くですよ、外に入ります、でこれ今軽く入ってるわけです、うん、で今ビクともしないでしょ、さっきはフラッとほら、うん、でこれを強く押しても勝手に入ってくる、うん、これは脳がちゃんと反応してるっていう形で今できてるん でそうすると足をちょっと広げていただいて、あ、はいはい、でこれをツボをね、3回こすりますね、ちょっと痛いですよ、2,2,3、はい、でこっち、はい、まあ5回ぐらいやってもいいんだけど、はい、1回足を回って、はい、で、そうするといいですか、ほらもう、うん、どうですか、全然軽い、はい、全然軽いでしょ、うん、全然軽い、はいはい、でそうやってこう今腎臓が両方とも活性化したんで、うん、老廃物をちゃんと引き上げてくれた、でもっと言うと頭の老廃物も手の老廃物 もう当然こうやっていくんで、うん、今足で実験したけど、別にそれでいいって話です、そんな感じで、これでねちょっとこうやってます、でね、顔が映らないようにちょっとすいません立ち上がってもらっていいですか、はい、立ち上がって、はいはい、顔が映らない、あ、本当向こう向きでいいです、はいはいはい、はい、それで今立った感じが、足の裏はどうですか、しっかり、うん、なんか軽い、はい、で、足を、まあ、膝をこう上げてもらっていいですか、膝を上げ、あ、はい、全然軽い、はい、軽いでしょ、うん、はい、で腰の辺もすっきりしてる、あ、すっきりしてる、なんで、はい、すごい不思議、そうそう、だから腎臓系ってやっぱり腰痛って相当関係してるので、うん、腎臓が活性化すると、腰が軽くなる、うん、はい、だいぶいいでしょ、うん、はい、で体全体もね当然老廃物がちゃんと処理してくれるんで軽いっていう、
すごい、もうずっと重かったんだ。はいはい、だいぶいいでしょう、これ、うん、はい、だから腎臓がだいぶ弱ってたんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、特に6月、7月ぐらいは湿気がね、これ始まって、はい、で腎臓がかなり弱ってて、だからあの前に話したし、いい塩を取らなきゃいけないです。うん、あ、塩ね。そうですね、うん、はい、じゃあありがとうございます。